クリスマスファンタジー。クリスマスファンタジーは、1983年から2017年まで、クリスマスシーズンに、東京ディズニーランドで行われた、スペシャルイベントの総称である。開催の時期やイベント内容などは、各年で異なる。1983年の東京ディズニーランドの、グランドオープンの年から実施されている。東京ディズニーランドの5周年び10周年の時は、 イベントの名称がクリスマスファンタジーパーティーに変更された。1990年まではイベントの開催期間は数週間のみだったが、期間中の前半の日、水曜が休園日だったこともあった。開始時期が次第に早まり、1997年以降は11月上旬から約2ヶ月にわたって開催されている。1993年以前は12月26日。 以降も続けて開催されていたこともあった。1994年以降は一部アトラクションを除き12月25日までの期間で開催されている。なお、アメリカ合衆国のディズニーランドでは高原祭となる翌年1月上旬までクリスマスイベントを行っている。香港ディズニーランドは日本と同じく12月25日までの開催である。 イベント内容についての詳細は、下記の各年ごとの記述を参照のこと。クリスマスファンタジーパーティー。東京ディズニーランド 10th アニバーサリー。クリスマスファンタジーパーティー。この年は、TDL10 周年イベント開催のためクリスマスのキャッスルショーは開催されなかった。東京ディズニーランド 15th アニバーサリー 3rd シーズン11月6日から12月31日。 この年は15トン H アニバーサリーサードシーズンのスペシャルイベントとして行われた。TDL 開園15周年ということもあり、この年のクリスマスはカーニバル城が色濃く出たクリスマスとなった。ワールドバザールの15メートルのクリスマスツリーに15トン H というロゴが飾られた、ほ、今まで丸などシンプルだった小さな飾りも一部カーニバル城の飾りで月や太陽、 仮面などをかたどったものが追加された。その後、月のかたどった飾りなど一部は、毎年クリスマスで見られるうになっている。キャッチコピーは、ようこそ、20周年のクリスマスへ。東京ディズニーランド 20th アニバーサリーを記念して、ワールドバザールの交差点にある高さ15メートルのクリスマスツリーにも20周年のロゴが飾られ、プラザは、サンタミッキーのクリスマスプラザとなり、 フォトロケーションやスペシャルブースが登場。また It's a Small World のスペシャルバージョン It's a Small World ベリーメリーホリデーが初めて登場した年でもある。キャッチコピーはここがクリスマスの国、お菓子をテーマにプラザはクリスマスファンタジープラザとなりフォトロケーションやスペシャルブースが登場。ディズニードローイングクラスでサンタクロースミッキークラスが はじめ開校された年でもある。クリスマスツリーをテーマに、プラザはクリスマスファンタジープラザとなり、フォトロケーションやスペシャルブースが登場した。キャッチコピーは今年のプレゼントは夢いっぱいの思い出だよ。ティン・カーベルのピクシーダストに包まれたクリスマス。初めてシンデレラ城にクリスマスデコレーションがされた。プラザはクリスマスファンタジープラザとなり、フォトロケーションや スペシャルブースが登場。ダンボや美女と野獣など例年よりも多くのフォトロケーションが登場した。キャッチコピーはクリスマスにはどんな夢も叶うんだ。キャッチコピーはクリスマスを連れてパレードがやってきた。パーク内のデコレーションは東京ディズニーシーのハーバーサイドクリスマスで公演されてきたキャンドルライトリフレクションズの終演に合わせてキャンドルをモチーフとしている。 フォトスポットのプラザ中心のデコレーションのキャラクターの部分はオルゴールとなり、時折オルゴール調の曲に乗せて回る。夜はそれに合わせてシンデレラ城にツリーやスノーマウス、雪の結晶、ベルなどが映し出された。クリスマスのパレード、ホワイトホリデーパレードの他に通常のパレード、ジュビレーションも期間中に通常開催される。なお、悪天候。 雨、強風等により、中止、内容変更がある。キャッチコピーは、夢がある。雪が降る。東京ディズニーランドのクリスマス。クリスマスのパレード、ホワイトホリデーパレードの他に、通常のパレード、ジュビレーションも、期間中に通常開催される。なお、悪天候、雨、強風等により、中止、内容変更がある。悪天候、雨、 強風等により、中止、内容変更がある。悪天候、雨、強風等により、中止、内容変更がある。CM には、木村綾の、ヤギのぞみが起用された。CM は、木村が、クリスマスイベント開催中の東京ディズニーランドで、疎遠になっていた友人、ヤギと2年ぶりに再会する内容になっている。ストーリーブックから溢れ出すディズニーの仲間たちの、 クリスマスをテーマに開催される。2016年11月7日にはプレスプレビューとして公開された。ディズニーの仲間たちのクリスマスが溢れ出すストーリーブックをテーマに開催される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。